伊藤俊太郎は、日本の歴史学者。君党は、随法中受賞。学位は PhD。東京大学名誉教授、国際日本文化研究センター名誉教授、麗卓大学名誉教授、文化功労者。ウィスコンシン大学人文化学研究所助手、東京大学教養学部教授、麗卓大学教授、麗卓大学比較文明文化研究センター。 所長などを歴任した。東京生まれ、旧正東京高等学校、東京大学文学部哲学科卒業、同大学院修士課程修了、ウィスコンシン大学 PhD、習得。2020年11月4日、文化功労者検証式にて、文部科学副大臣、横田ひな子から検証状を受領ウィスコンシン、大学人文化学研究所助手。 東京大学教養学部助手、講師、助教授を経て、東京大学教養学部教授を務め、1989年より、国際日本文化研究センター教授を、兼任、1991年東大定年大館、名誉教授、1995年より2007年まで、冷卓大学教授、同比較文明文化研究センター初代所長。 また、東宮家の科学方面の教師でもある。2009年春に、追放中受賞を受訓。2020年、文化功労者。他に、プリンストン高等研究所客員研究員、ウィドロー・ウィルソン国際学術研究センター、客員研究員、コッペンハーゲン大学客員教授、チュービンゲン大学大学客員教授、ケンブリッジ大学クレアホール客員特別研究員、 フランス国立社会科学高等研究院客員、教授などを歴任。日本科学史学会会長、日本比較文明学会名誉会長、国際比較文明学会名誉会長、地球システム倫理学会会長。羽賀徹平川助博とは、東京大学教養学部時代の同僚で、羽賀とは後に、日文研でも、再び同僚となる。早見徹とは、 日文研及び冷卓大学での同僚であった2020年11月4日文化功労者検証式にて挨拶ありがとうございます。